一番手は誰だ？ うんとんとしえおへ。 噂は本当だった。あなたが村をお救いくださったんですね。
何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。かかってこい！これ以上仲間を殺させはしない。米だ。盗んだものに違いない。
よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。騎士兵団についた菅笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。酒井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。
じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか？考えておこう。引くでないぞ。当然だ。発生メクチョの俳優の方がすんな。お前と俺に話してやる。一人も残すな。囲まれるなよ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。何も案ずるな。歩くのか？馬はどうした？ここへ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。菅笠衆を武家にしてもらっては。僧侶はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか？戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。
秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やった。おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る、殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけやがった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモだからどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。
侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクス氏に見せるが、死んでおればムクロを燃やす。父親と赤子だ。互いに身を寄せ合って。そうに知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。ご機嫌いかがですか。罪のない連中を殺して食い物を奪ってやがる。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですがなぜか泣いてました。竜蔵は墓におるはず。
おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。
最後だ。食い物を探そう。食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。長老は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまく。火に気を取られるか。音を立てるなよ。食い物を探そう。
刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。聞こえたか。4人、5人もいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。お前は仲間に渡した。Neguy om harcinta.
は何だ。蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。なんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。どうしよう。師匠、俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃなら、お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。